これは怖い。あ、動いてる動いてる動いてる動いてます。こいつ後ろから止めれる。あ、結構できちゃいましたね。ただちょっとこの方法ですと点と点の設定が見づらいので、うん、賢いやり方で巡回ルートを作っていこうと思います。はい、ではこの BP エネミーピックをですね、はい、右クリックをしていただきまして、コブループリントクラスを作成しますで一番上のをお願いします。ブループリントクラス、はい、子供いたんか君、チャイルドって出てますね。チャイルドを消していただいて LINE ラインとかで、でこのコブループリントっていう仕組みを使えますと、普通の BP エネミーピックをさらに拡張パワーアップしたみたいな作り方がすごいしやすくなります。とりあえずやってみてどんな感じになるか見てみましょうみたいな感じですね。はい、ライン版の方でちょっと実装していこうと思います。はい、ラインを作りたいので、コンポーネントを追加のところに、スプライン SP で多分出てくると思います。スプラインアーム。はい。二つ目のスプライン件。はい。このスプラインっていうのがすごい面白いものでして、はい、一回このライン君を置いていただいていいですか。先ほどのエネミーピックとは異なりまして、何か白い線が出てると思います。はい、近づいていただくとわかるんですけども。ああ、これ、出てます、出てます。はい、これがスプラインと呼ばれるものです。先端の四角をポチッと押していただきまして、はい、この線を動かせます。移動モードにちょっとしていただきまして。あ、こういうこと。はい。お。このオルトを押しながら、さっきのドラッグを押していただくと、線を増やせます。お、パス曲線や。あ、その通り。絵描くときも苦手なんだよな、俺。それで巡回ルートを作ると結構線が分かりやすく引かれるので調整とかもしやすいのかなと。なるほど。うわ、これでも難しいな。点を巡回のポイントのところに一個ずつ仕込んでいくみたいな慣れは必要かもです。これってどこまでがその巡回ルートなの？この曲がってるとこまで？あ、そうですね。この曲がってる線を辿っていくみたいな処理になります。ここで終わりってことですか？そうですね。先ほどのラインクのブループリントちょっと開いていただいていいでしょうか。はい。スプラインのコンポーネントを選択していただきまして、右側のスプラインカテゴリーっていうのがあるんですけども、はい、クローズドループ、これを有効にポチッと押しますと、一周するようになります。線が。おー、なるほど。もう一回レベルにちょっと戻っていただきまして、あ、ほんとだ。なので、オルトを押しながら点をいっぱい作っていただいて。うわ、難しい。これ本当にね、あれなんですよ。絵描くのでも、これ出てくるんですけど、難しくて使ってないんですよね。パスって機能は。これは難しいぞ。せっかくだから、このブロックを一周させたいな。そうですね、せっかくなので。でもなんか直感的にいけそう。これ壁貫通しちゃう場合はどうなるんですか？止まっちゃうんですか？止まってしまうので。調整する必要があるってことですね。はい。なんか黒くなってるんですけど、これ埋まってるってことか？埋まってますね。高さがちょっとずれちゃってる。うわぁ、めっちゃどっか行った。これでちょっと高さ上に。高さはこれ。よしよし。これでうまくいくか、壁に引っかかるかどっちかってことですよね。これで。そうですね。はい。こいつ消せばなんとかなるんですか？そうですね。ちょっとステージの方をいじる感じで。あ、でもだいぶそれっぽい感じに。うん。うん、思います。ちょっとこれで見てみたい。じゃあちょっとこれ動く処理を作っていこうと思います。はい、一旦ちょっと保存をお願いできればと思います。 BP エネミーピックラインをちょっとダブルクリックでいただきまして、はい、ここからちょっといくつかブループリントでガシガシと組んでいくことになります。はい、まずですね、左にティックという処理があるんですけども、そこの近くに右クリックからゲットスプラインっていうノードを配置する必要があります。一番下のスプラインを取得っていうところからお願いします。はい、スプラインの青いピンから線を引っ張っていただきまして、ここでゲットトランスフォーム、その中のゲットトランスフォームタイムをタイムポチッと押してください。これが何をしているかと言いますと、スプラインの今から移動させるんですけども、例えば1秒後にはスプラインのどの位置にいるみたいなことをここで設定することになります。なるほど。本当は時間を管理する処理をちょっとこれから作らないといけないんですけども、ちょっと分かりやすいように、はい、タイムのところに位置とかちょっと打ってみてください。これで移動開始し始めたから1秒後にスプラインがどこにいるのかっていうのが、ティタンバリューで返ってきます。次にそこ引っ張っていただきまして、はい、セットアクタートランスフォームというノードを選択する必要があります。それですね。はい、これでポチッと押してください。ティックがなんか2つありまして、2つ目の方のこの右の今何も繋がってない方を今のセットアクタートランスフォームに繋ぐ必要があります。
おやってやつですか？はい。これで1秒後のスプラインの位置に動くみたいなことが実装できました。ほうほうほう。スプラインコンポーネントをちょっと選択していただいていいでしょうか。はい。はい。右側にスプラインカテゴリーでデュレーションっていう項目があるんですけど。はい、今 1.0。スプラインを一周するのに何秒かけるのかっていう設定になります。あ、今1秒ですね。なのでだいぶ早く動いてしまうと思うので、5とか10とかにするのがいいと思います。10にしてします。はい。で今の白い線を10秒かけて今動くことになり、これで一回実行していただいていいでしょうか。多分豚さんが今置いてる位置からちょっと移動してるはずです。ちょっと動いてるはず。どこだ、あら、前どこ行った、豚がいない、あれいない。ちょっと F8 をしていただいていいですか。豚が消えた、こんなとこにいる。なるほど、完全に僕のミスですね。豚が動いてしまうと白い線も動いてしまうので大変なことに今なってます。なるほど。もしかしたらこれでバグは治らない可能性もあるんですけども、試したいことがありますので、はい、ちょっと上に画面を行っていただくとビギンプレイっていうノードがあるはずです。そこにですね、もう一回ゲットスプラインノードを知っていただくことになるんですが、もうちょっと楽なやり方があります。左上のコンポーネント一覧のスプラインをブループリントのノードのところにドラッグアンドロップしますと、これでできちゃいます。実はここにですね、デタッチフロームコンポーネントと呼ばれるノードがあります。 DETACH、 これを親ビギンプレイに一回つないでいただいていいでしょうか。あとこのなんとかルールっていうのがあるんですけども、はい、この一番上のロケーションルールをクリックしていただくとワールドとかがありますので、ワールドポジション、はい、ワールドポジション、はい、さっきのあのスプラインのゲットトランスフォーマットタイムというノードを出していただいたんですけども、そうですね、はい、今そのコーディネートスペースってやつがローカルになってるんですけども、それをワールドにお願いします。これで一回お願いいたします。よし、やってみましょう。さあ今度こそ豚いてください。豚いた、あれでも止まってる、戻ってます、埋まってるのか、埋まってます。ただこれで一応線に応じて動く処理は第一歩はいけました。あとはじゃあ埋まらないように移動させなきゃいけないんですね。そうですね、あの今は1秒後の位置しかできてないので、それをちゃんと息が動くようにする必要があります。なるほど、はい。高さは反映しないようにすれば、たとえ線が潜っていても地面にっていう処理ができると思います。構造タイピンを分割っていう上から2つ目のがあります。もう何言ってるかわからない。なめちゃくちゃゲームオーバーがいっぱい出てきた。あ、動いてる動いてる、あが、めっちゃ動いてる。あ、止まった。